高木明次は千葉県旭市出身の元プロ野球選手。2010年からは千葉ロッテマリーンズのスコアラー。阪急に入団した選手の中で中島聡に次いで現役を続けた選手だった。1987年、横芝敬愛高校から阪急ブレーブスにドラフト1位で指名され入団。同期3位に最後の阪急所属選手、中島聡がいた。 1990年に即球を武器に一軍に定着し、主に中継ぎとして活躍。しかし、以降は請求に苦しみ、低迷が続いた。1993年オフに、馬バ場バフミとのトレードで福岡大英ホークスに移籍。1997年に戦力外通告を受ける。ヤクルトスワローズにテスト入団。 監督の野村克也の指示でサイドスローとシュートを覚える。1998年はワンポイントリリーフを中心に24試合に登板。復調の手応えをつかむ。1999年には開幕直後はに軍スタートだったものの4月21日に一軍登録されるとその日の中日戦に登板して自身8年ぶり、そしてセリーグ初の勝利を記録した。 5月12日の阪神タイガース戦では13年目にしてプロ初完封勝利を記録した。この年はエース格の石井和久、伊藤俊人、川崎健二郎らの不調もありそこから一気に先発ローテ入りして大車輪の活躍を続け、結果的にジェイソン八カメに続き3完封を含め9勝のチームの日本人投手最高の成績を残して、 セリーグ投手防御率ベスト10の8決に入り、規定投球回数にも初めて到達するという、充実の1年を過ごした。2000年から再び低迷。2001年に2度目の戦力外通告を受ける。千葉ロッテマリーンズにテスト入団。2002年10月8日の対、大阪近鉄バファローズ戦では3年ぶりの、完封勝利を無視支給で飾る。 2003年4月22日の対、大阪近鉄バファーローズ戦でも完封勝利を挙げるなど、移籍して、数年間は時折先発もした。2005年からはビハインドでのロングリリーフや早い、回での1イニング当番、左のワンポイントなど中継ぎとして活躍した。2007年は、プロ入り21年目で、初めて FA 権を取得したことが話題となった。同年は、 藤田総一の故障もあり、自己最多を1試合更新する43試合に、登板した。同年のパリーグクライマックスシリーズ第2ステージ第2戦では、ふくらはぎのけいで降板した小林博之をリリーフし、勝利投手となった。2008年3月23日の対、日本ハム戦では、1990年7月11日の福岡大英ホークス戦以来、 18年ぶりにセーブを記録。翌24日の対福岡ソフトバンクホークス。戦では通算300試合登板を達成した。同年もワンポイントリリーフなどに徴用され、前年の自己最多に並ぶ43試合に登板。藤田総一や矢蓋田康彦らの遺跡で手薄になった中継人を支えた。2009年は不審で16試合の登板に終わる。同年十月一日。 三度目の戦力外通告を受ける。12球団合同トライアウトに参加したが、獲得球団はなく、12月4日に引退を表明した。2010年からは、ロッテのスコアラーとして活動する。晩年の投球スタイルは、サイド気味の左腕から時速140キロメートル、中盤の直球を主体にスライダーフォークシュートを織り混ぜるもの。直球は、 時速 140km 後半に達することもあるなど威力があり、投球の生命線となっている。横手投げや上手投げも交え、投げる角度を変えて相手を幻惑するというベテランらしい投球術も見せる。阪急、オリックス、大英、ヤクルトを渡り歩き、15年に及ぶ現役生活を送り、1999年にはキャリア最多となる9勝を挙げた。 ありがとうございます。